い、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、最近のことについてお話をしていきたいと思います。一個まず最初に言いたいんだけど、先週かな？土日か忘れちゃったけど、どっちか。私は、東京に引っ越してきてから、3度目の2日に会いました。笑って言うことじゃないんだけどね、もう実際。2回目、ほんと会った時に、絶対次会ったら絶対この殴ってやるとか思ったんだけど、実際その場になってみると、何が起こったのっていうことな感じで、よくわかんないんだけど、てかさ、なんでさ、ズボン履いてんだよ。この前は普通にスカートとかショーパン履いてたから、まあわかんじゃん。ズボンだよ。パンツ履いてるのにさ、触ってくるってどういう神経してんだそいつ。なんかよくわかんない。なんか何歳の人とかわかんないけどさ、意味わかんなくない？なんで触ってくんの？そもそもの話。意味がわかんない。それ嫌だよ、普通に触られるとか。だって知らない人に触られるわけだから。知ってる人とかなら、知ってる人でもまあ嫌だけど、面識のない人に触られるんだよ。意味わかんなくない？一回会った時、去年のちょうど今頃かな、去年のちょうど今頃なんだけど、歩ってて家の近くで触られて、うちの近く交番があるんだけど、交番すぐ行ったんだけど、まあ最近多くなってきてるから気をつけてくださいねみたいな感じで言われて、あ、はい、と思って、で、送ってきてもらって、で、2回目なんだけど、今年の3月ぐらいだっけな、3月ぐらいかな、に、駅から帰り道歩って帰ってきてた、で、そう、1回目があったから、普通に歩って帰ってくるときは、後ろとかキョロキョロしながら歩って帰ってきてるんだけど、それでもやられたからね、はぁと思って。基本家がね、誰かと電話するとき、1回目はお母さんと電話してるときで、2回目は、さとひろと電話してるときで、3回目は普通に友達と電話してるときに、やられたの。だから、何も抵抗できないときに、そういう人って触るのかなって思うんだけど、よくわかんないね。なんか気持ち悪いもんだって、はって思わない？意味がわかんない。もう次さ、やってやられたらいいよ。本当にもうぶっ飛ばすかんね。もう怖くない。もう怖くない。もう肝座ってきた。3回目だから。次会ったらもうぶっ飛ばしてやりてって感じ。捕まえてやりてって感じ。もうめっちゃ走ってダッシュで捕まえてやりてって感じだからね。寒くなって、まあ足を出すっていうことがなくなってきてると思うんだけど、ゆうの経験上、寒い時に痴漢は合ってるから、寒い時に、その、スカートとか履いたり、夜遅く、暗い道とか通ったりとかするのは、マジで本当に危険だからやめた方がいいと思います。お母さんにも言って、タクシーで帰ってこいって言われてるから、タクシーで帰ってきてるんだけど、タクシーの乗り場に行くまでもだるいかったのね。だったらバーって帰ってきちゃえって感じだったから、その時は。そうなんです。もう本当に気をつけてくださいね、痴漢っていうものは。いいの、多分視聴者さん女の子が多いと思うから、女の子本当に注意してくださいよ。で、もう一個お話しするんだけど、で、最近私ダイエットを始めたんだけど、まあ、ダイエット始めて2週間か1週間ぐらい経ったのかな。で、私基本朝ごはん食べない、お昼ごはんはタイミング逃したら食べない、で、夕飯はあんま買ってきたとしても目の前にドンって置くといらない飲み物だけでいいやって感じで、全然食べなくなっちゃったの。でも、なんか全然体重が落ちないの。なんでかって思うじゃん。普通食べなかったら体重落ちんじゃんとか思うじゃん。その分ね、バトンがすごい結構練習が多くなってきて、多分筋肉がついちゃったんだろうね。たるんでた筋肉がまたキュッて締まってきて、筋肉の方が脂肪より重たいから、多分それがあるのかなって思って。で、まあ、まあね、運動しつつ、ダイエットをね、していきたいと思うんだけど、この前、私、全然ご飯食べなくって、朝も9時から撮影で、一回帰ってきて、まあ一回寝るじゃん。寝て、で、また夕方から、事務所に行く用事があって、ご飯を食べるタイミングが本当になかったんですよ。まあ寝てる時間を割いて食べればいいって話なんだけど。で、そんで終わって、めっちゃお腹空いてたから、とりあえず水分だけは取ってたの。そしたらさ、電車乗ってて、ちょうど7時ぐらいで、帰宅ラッシュの時間だったから、ちょうどそこに重なっちゃって、しかもぎゅうぎゅう詰めの電車ね、なんか、うわ、気持ち悪いとか思ってたのね。そしたらさ、もう、なんかわかんないけどね、貧血になっちゃって、で、電車の中で倒れて、で、とりあえず、周りの人に、大丈夫ですかって起こしてもらって、次の駅で降りて、とりあえず休んでたんだけど、本当に過度なダイエットって本当しない方がいいと思いました。身に染みた。今ダイエットしてる子で、食事制限してる子は本当にやめた方がいいと思います。ホルモンバランスが崩れて、多分生理とかも来なくなっちゃうし、その貧血とかにもなりやすくなって、体調とか崩すようになっちゃうから、ゆうのご飯食べなかったらなる症状は、寝不足、気持ち悪い、貧血、だるいが一番きます。他は全然ないんだけど、だから過度なダイエットは本当にやめた方がいいって思いました。自分の体を大事にしつつ、ダイエットするなら、ちょく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 頑張ってね、運動もしながらやってた方が私はいいって感じました。はい、今日は週の中身だから、まあこんな感じのひなたの最近のお話をしたんだけど、ほんと地下には気をつけて、夜暗い道には気をつける、
ダイエットしてる子は過度なダイエットはしない、ちゃんとご飯を食べるっていうことを気をつけてこれからの冬乗り越えてください。なんかトークテーマとか欲しいね、なんかこのことについてトークしてほしいですとかあったらぜひコメント欄でお願いします。次時間あったらマジでぶっ飛ばしてやりで、バイバイ。